チェスターユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。パリ・サンジェルマン対マンチェスターユナイテッド。パリ・サンジェルマン、今日は絶対に負けられない。組み立てながら攻め上がっていく。ここは人数をかけて奪いに行きます。エリクセン、さあカウンタースピードを上げたいところ。ファンダイク、メッシ、アレクサンダー・アーノルドへ、裏を狙う。アレクサンダー・アーノルドからラウール、フリーで受けた。アラバから中、コーナーキック、出るのはもちろんビルド。曲がっていいボール入りますからね。守備陣クリアの対応です。デフリー、笛は吹きません。スペースを使う、飛び出した、いけるか、抜けてくる、シュート、いや今のはよく止めましたね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。メッシュ、いい予想ですよね。スルーパスを狙う、さあ抜けた、ここはカットします。デヘア、大きく前線へ、エリクセン、スピードアップしたいですよ。ここはファンダイク、奪いに行きます。ここはすぐ奪い返します。スルーパスを出す、メッシー、これは届くか、これはどうだ、さあディバラ、やーっと PK です。パリ・サンジェルマン PK を得ました。ここで先制のチャンスを迎えています。いや最初の1点ですからね。しっかりと決めて先制点。非常に落ち着いていました。キーパーの動きをしっかり読んで狙ってましたよね。冷静でしたね。さあパリ・サンジェルマン、貴重な先制点を奪いました。いやこれは昇格に向けた大きな1点ですよね、はい、ただ欲を言えばもう1点2点取って安心してきた。振り抜いた、クルトワ、クルトワすごい反応を見せました。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。ファインセーブを見せました。頭できた。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。ビルド、ラウルからムバッペ、これもファウルですもんね。リンデレフ、今のファウルは注意だけのようでしたね。そうですね、丁寧にいかないと次こそカードもらっちゃいますからね。メッシー、ここですね、チャンスになる、裏へのスルーパス、ここはキーパー処理しました。ムバッペがパスを出しましたが合いませんでした。うわ、展開早くなってきましたね。スペースを狙う、クリスチアーノ・ロナウド、ディバラ、さあ一気にカウンター、
カゼミロ。さあカウンターを仕掛けます。とどうしたんでしょう。サンチョからのパスはシュート、キーパーセーブ。あと今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。キーパーいい反応でした。パリサンジェルマン、アワヤというシュート、いや同点、マンチェスターユナイテッド見事な同点ゴール決まりました。いやいいですよね、これはサポーターも燃えますよね。今のゴールいかがですか。いや見事なシュートだったと思いますね。キーパー反応しにくい低い弾道で打ち抜きましたからね。これで今日のゲーム面白くなってきました。ハイレベルな選手が揃う中できっちりチャンスをものにできましたよね、はい、やっぱり見どころの多い試合になりましたよね。ピルロへ、エリクセンへ、裏へ出るか、シュート、いや勝ち越し、マンチェスターユナイテッド、ゲームをひっくり返します。サンチョ、ここはいい位置に詰めていました。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。さあマンチェスターユナイテッド、ここでリードを奪いました。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。ピルロへ、さあメッシ、メッシ来た、追いついた、アリサンジェルマン、メッシー、このゴールで通算50得点目、まだまだ記録を伸ばしそうです。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。いやいい形でしたよね。パスのタイミングが絶妙でしたよね。受ける方も非常にいい飛び出しをしましたし、どうだこのシュート、と今度はどうだ、来た、勝ち越し、アリサンデルマン、試合をひっくり返します。ディフェンスにとってはちょっとアンラッキーな失点になってしまいました。とリスタートともいきや、ここで笛、失点の後怒涛の攻撃。さあまずは最初の45分を終えました。前半のうち逆転ですか。いや素晴らしかったですね。失点して火がついたんでしょうかね。選手たちの動き逆に良くなってきましたからね。こういうことってあるんですかね。パリサンジェルマン対マンチェスターユナイテッド、パリサンジェルマンが3対2でリード、前半を折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。さあワンツーからブルーノ・フェルナンデスからクリスティアーノ・ロナウド、さあラッシュフォード、仕掛けるか、シュート、クルトワ、いや同点、マンチェスターユナイテッド、またまた試合は振り出しに戻ります。なんという展開でしょうか。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。そうですね、トラップからシュートまでの流れをイメージできてましたよね。ワンタッチでシュートを打ちやすい位置にボールを置いてましたよね。素晴らしいゴールでしたね。サンチョ、今日2点目のゴールです。さあマンチェスターユナイテッド再び追いついています。いやいいゲームですよね、はい、お互い選手のレベルも高いので、ここから次の1点に向けてどんな変化をつけてくるのか、そのあたり見逃さないようにしたいですよね。そうですね、アラバ、さあつながるか、
アラバへ。パリサンジェルマンとしては後半の入り方は良くなかったですからね。まずは落ち着いてゲームを作り直したいという状況でしょうね。まだ同点ですからね、焦る必要はないと思いますけどね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ディバラ、いいですね。マンチェスターユナイテッドはここクリアで難を逃れます。さあカウンターのチャンスになります。リシャノ・ロナウドに預ける。ビルロ、パリ・サンジェルマンカウンターを仕掛けていきます。抜けてくる。パリ・サンジェルマンちょっと痛かったですね。まあまだ状況的には同点ですから、確かにこの時間に失点して追いつかれるということは得点以上に重さを食らうことにはなるわけですけどもね。絶対に気持ちで負けちゃいけない場面ですよね。本当に辛いのはここからなんで、切り替えが重要だと思いますけどもね。Substitutions taking place. マンチェスターユナイテッドがここで選手を変えるようです。アレクサンダー・アーノルドからラウール、マルシャン、さあ左へ預けて、マンチェスターユナイテッドカウンターを仕掛けます。サンチョからマルシャル、裏へ届くか。さあサンチョ、アラバ、ここは繋がりません。ラッシュフォード今日ワンアシストです。厳しくチェックします。あー、これファール、危ない。マンチェスターユナイテッド、これはスローイン。スコールズからブルーノ・フェルナンデス、ウバッペ、さあラウール、さあカウンター、この時間に1点が欲しい。あーまっ、シュートでこぼれたところを仕込む。アリサンデルマン、いやー勝ち越せ。キーパーが弾いたボールを押し込みました。今のはこぼれてくるのを狙ってましたかね。次のプレーを予測した見事なゴールですよね。さあパリ・サンジェルマン、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。インターセプト、今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。さあここでカウンター、ラッシュフォードからマルシャル、マルシャルシュート、セカンド拾えるか。このスルーパスは通りません。両チーム同じタイミングで動いてきます。マルシャルからブルーノ・フェルナンデス、マンチェスターユナイテッドとしてはここでファールがありました。これはカード、ディエゴ・カーロス、ナンバー13ファビーニョ、サブスティチューション。スペースを使う、借りるクリバリからラウール、
ここでマッチアップ。ボールはメッシへ。これはスローインとなります。カリル・クリバリからラウール、メッシに渡る。来た、チャンスだ。こぼれた。パリ・サンジェルマンとしては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ファンダイク、パリ・サンジェルマン、もう無理にはいきません。パリ・サンジェルマンとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとは対面でのホイッスルを待つだけですね。マンチェスターユナイテッドとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。スコールス、このボールをカットします。さあラッシュフォード、2 added minutes has been indicated。 裏を狙っていきます。いいとこ入りましょう。ラッシュフォードへ、この位置で受ける。ラウール、レフリー試合終了のホイッスル。4-3、パリ・サンジェルマン昇格決定です。選手そしてサポーター、最高の瞬間を迎えることができました。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。パリ・サンジェルマンとしては昇格が決まるという難しい試合でしたけど、よく結果を出しましたよね。この結果を踏まえてチームの強化をして、また今日みたいないい試合を見せてほしいですよね。はい、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツボへと立つ。